の回復お祝い。キッズレどうかした？やっぱり病院食はまずかったんだね。サンデーはグルメだから。でも猫って結局肉食性でしょ。食べられないこともないかもしれないけどね。まあ、病院食の味気なさはわかりますね。そうですね。じゃあ、買い出しは誰が行く？お祝いの。君ちだよ。聞いてなかった？お店でやろうとすると入店拒否されるかもしれないしね。全身全霊でお祝いします。私は塾に行かなくちゃならないからお任せにするね。私行ってもいいよ。あ、そっちの方は私一人でも問題ないですよ。料理人がいてくれると助かるんだけど。私は委員会があるから。そっか、ちょっと不安かも。平気平気、私がいれば百人力ですがな。まあひろっち確かに料理できるけどさ。ひろっちはそっち方面を頼むね。私デザート作るから。仮病にしとくよ。まあね、ケーキもすぐに売り切れちゃうし。キッズレほんとに図書委員行くの？じゃあ私らは買い物行ってくるから。授業中計画を練った。
練りに練った計画だからね。もちろん。そうかな。ほら、あたしら溢れる若さに溢れてるし。私の情熱が失われているし。原型とどめてないね。足りるのかな。カズハちゃんの小豆の缶詰もなくなっちゃってるし。そんなんまで買おうとしてたんだ。掃除よくやっていますからね。わかりました。やっぱりこの時間か。テンプレートみたいにぴったりだね。図書委員が終わって家に戻ってくるの。潰してたからそれは大丈夫。誰もいないんでしょ。
私らに言われても反応しようなくない？変な京介ちゃん。そんな子供じゃあるまいし。鬼しゅうとめみたいなこと言うね。ま、買おうとしてもお金が足りなかったけどね。その代わりというか、サンデーグッズは買ったんだ。どうでもいいんだけどさ、グッズってGOODS なわけでしょ。ならグッズじゃなくてグッズになるべきなんじゃないの。予想も期待も裏切る女ですよ。それは見てのお楽しみ。ただいま。変なもの買わなかったでしょうね。うん、きちんと目的の料理に沿って一流の食材を揃えてきたなりよ。用意しましょうか。あ、私もエプロン一つしかないけど。いいよ、んなの。葵です。今公園に着きました。つもりなんですか。はい。私のうちもたまにしかやらないですね。電車ですよね。事故とかで遅れることもありますからね。そんなの。にぎやかですね。でも楽しそうですよね。
サンデー、今空中で一回転しましたよ。もうちょっとかかるみたいですね。あ、その、ごめんなさい。寝顔を見るつもりはなかったんですけど、つい…麻生さん、もう来てますよ。いつもより早いそうですけど、今日はどうしても受けたかった授業だけにしたそうです。赤い顔してどうしたの？あ、うん、いいえ、何でも。私も似合ってると思います。もう？それもそうか。